はい、もうそろそろ気温も上がってきて春っていう感じなんで、春の牛大用の餌ですねのちょっと今釣ったろうにあるものの紹介をちょっとしたいと思います。これサルボガイですね。サルボガイはもう春の石田釣りには欠かせんような商品やと思いますんで、これが1キロ1300円で売ってます。1キロってどんぐらいかっていうのであれなんですけど、さっき集めてみてこれが1キロの量です。1キロでこんだけあります。粒の大きさはまあまあ大きいと思うんですけどね、結構大きめです。これが、サルボガイで、こっち、ムール貝ですね。100g 250円です。だいたいムール貝 100g で3から4入ってます。3個か4個ぐらい、こんな感じのやつですね。だいたい今これで100あるなしぐらいですね。でムール貝っていうのは、聞いた話なんですけど、串元のカセかなで、この餌を使って70センチの石鯛を釣った、本最近の話ですっていう実績がある餌です、ムール貝で。まあおなじみのサザエですね。サザエは、500g から売ってます。 500g 1122円ですね。だいたいこれが 500g って5、6個入ってます。赤身のところは柔らかいとか、硬い部分があるとか、そんなんでうまいこと、まあ状況によって使い分けれる餌なんちゃうかなっていう認識ではあります。これがサザエで、最後に流れ子、トコブシですね。これちょっと流れ子は高いんですけど、100g だいたい2から4で820円します。こんな感じ。流れ子ですね。これも春もこいつかけたら一発やっていう状況よくあるんで、まあ、周りの釣果見て流れ子がいいんやったら流れ子使うとか、そういう使い分けでいいと思います。で今回、釣ったろうに置いてあるムール貝、サルボ貝とサザエ、流れ子の説明です。